わあ、どうもこんにちは、パンチパンタです。よろしくお願いします。皆さん、バイトを始めるにあたって自分の働くバイト先がブラックバイトであるかどうかっていうのがちょっと気になるところだと思うんですけれども、実際に大学の友達でブラックバイトによって自分の大学の授業の単位を落としてしまった、そんな友達が実際にいました。で、その単位を落とした理由が、テスト期間中にもかかわらず深夜2時まで働かされて、翌日の1限目から試験というのがちょっと続きまして、で、なんでそんな状況が続いたのかというと、大学生のテスト期間って結構被るんですよね、各大学で。自分の働いているバイト先が大学生ばっかだったら、高校生ばっかだったら、テスト期間中働く人が一気に減るんですよ。となると誰かに負担をさせてしまう。で、その負担がちょうどその友人に来てしまったと。ということで、今回は絶対に入ってはいけないブラックバイトの特徴っていうのを考えてみたので、ご覧ください。ドン！シフトが直前まで公表されない。これ実際によくありまして、自分が大学生の頃働いていたバイト先っていうのは1ヶ月前にシフトを発表してくれたんですけれども、いろんな人に話を聞くと、3日前になってちょうどシフトを出してくれるとか、そうこうしているうちに自分の計画も立てられないというのが、まあ一個のブラックバイトの特徴かなと。シフト変更の融通が効かない。これはですね、まあ直前に発表されればされるほど、この日に遊ぶ予定を入れちゃったのにもかかわらずシフトが入ってしまったと。となると他のバイトの人と変わりたいと思うのがごく普通のことなんですけれども、それがやっぱり直前であれば直前であるほどなかなか変わりづらいと。一人一人それぞれの予定もあるということで、その遊びの約束をキャンセルしてバイトに入ると。これは若干ちょっとブラックかなと。人材不足。まあ人が少なければ人が少ないほど自分への責任だって自分への労働が待っている。で、実際にこれ自分のリスナーのツイートなんですけれども、今7連勤中でほぼ毎日11時間くらい働いていて、クリスマス、大晦日、元旦全部バイト入っているあたり、社畜味がすごい。実際にこういった職場もあると。勝手に使っても大丈夫だよね。プライベートよりバイト。これはですね、最初に言った自分の大学の友人の話なんですけれども、急にその日にバイトが入って、4限目の講義を抜け出してバイトに入ると。で、その友人になんでそんなに奴隷みたいになっているんだと聞いたことがあるんですけれども、言ってないわけではないと。ちゃんと自分の意思も伝えて、働けないです、シフト入れないですってちゃんと伝えているのにもかかわらずシフトを組まれてしまうと。今から来れないかと頼られてしまうと。で、その子もその子でちゃんと断ればいいのにもかかわらず、やっぱりちょっと頼られてるからっていうので行ってしまうっていう癖があったと。熱でも濃いと言われる。これまたね、俺のリスナーの話なんですけれども、昨日の夜中から体痛いと思ったら、熱あった、体弱いけん。で、ちょっと経ってから、人足りないから熱あっても休めないし、なんだこの社畜ぶり、バイト行ってきます。これは本当にね、ブラックバイト特有のよく聞く話なんですけれども、熱があってもバイトに来させると。今日熱でバイト行けないですって伝えても、いやいや来れるでしょって言われてしまうとなると、本当にこれは真っ黒黒すけ。ブラックすぎるでしょ。セクハラ。これね、ちょうどね、俺の大学の頃働いていたバイト先の店長がそうだったんですけれども、営業が終わるの大体9時とか10時ぐらいだったんですけれども、そっから閉店作業ということで片付けをやっていたんですよ。で、その時に女の人に結構セクハラまがいな発言をしていて、それで本社の方に苦情が入って処分されたっていうのがちょうどありました。なので誰が通報したかどうかわからないんですけれども、実際にそういうので嫌だなって思った人がいて、本社に通報したっぽいんですけれども、実際にそういうのもありますし、また同じ子なんだけれども、体調不良の中バイト先にいる65歳のおじいちゃんに散々下ネタ語られて、帰宅後にグループ LINE から勝手に追加されメル友になってって LINE 来てて、怖すぎん、バイト行きたくねえ。この子はバイト変えないの？ダメだ、俺この子を救いたい。店長が臭い。うん、これさっきちょっと出てきたんだけれども、これはブラックですか？はい、ということでパンチパンダでした。まあただ正直なところ、今俺が説明したことって実際に入ってみないとわからないような仕組みだったんですよ。そのブラックバイトの特徴っていうのが。で、入る前に、このバイト先がブラックかブラックでないかっていう見分け方っていうのを本当はこの動画で、まあ、伝えたかったんですけれども、実際にそのね、見分け方はね、正直そこで働いている人に直接聞かないとわからないですね。俺のその大学時代の友人もみんな知ってるようなお店だったんで、で、実際にそれ調べても別にブラックバイトとか出てこないし、そんなんで有名な会社ではなかったんですよ。だからやっぱりね、これは本当にもう働く場所の店長とかそういう人間関係とかによるので、見分け方は本当にないですね。働いてる人に聞く以外は、実際にその内部事情に詳しい人に聞かないと全然わからないので、そこがちょっと難しいのかなと。ただ、やっぱり今自分の働いているこのバイト先がちょっとブラックバイトなんじゃないかと。全然シフトの融通も効かないとなると、そこは本当にもうスパッとやめてまた新しいバイトを探すっていうのを転々とした方がまあいいのかもしれません。ということで、はい、パンチパンダでした。もしよかったらチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。じゃあまた次の動画でお会いしましょう。じゃあね。